ステージのシーンブレイクの面白さ5。 UI 仕様、 UI のことかな、まあ、5。ランクマッチの仕様が人間には厳しい。あなたの年齢は満16歳になりましたか。いいえ。まあ結構プレイしたからな。まあ一通り触ってみたね、いろ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 触ってみた結果、まあパニッシャーだったな。いやでもやっぱこんだけベータなのにヒーロー用意してくれるの熱いよな。まあこれからに期待したいですね。いやでも面白かったな。マーベルライバルズへの満足度はいかがですか。まあ星今5個あるんだけど4つかな。ちょっとまだ1つね、ちょっと足りないところがある気がする。マーベルライバルズとゲーム性の類似するゲームをプレイしたことありますか。その中で最も好きなのはどれですか。オーバーウォッチですかね。本ゲームと比べて全問で挙げた類似ゲームへの満足度を教えてください。いやこれやっぱね、ちょっと待って、マーベルライバルズを3人してオーバーウォッチを4にする。よし、これだな。ゲームの IP 題材の設定非常に満足している。視聴体験、視聴体験、視聴体験はあれじゃない、俺に聞くことなのこれ、プレイヤーに。ヒーローの面白さ、ヒーローの面白さ、まあでも5だよね。ヒーローの面白さはめっちゃ面白かった。ヒーローのハードルって何、意味がわからない。ヒーローのハードルってなんか書いてあるけど、そういうことが難しさか。難しさは別にね、ちょうどなんかどのキャラも別にそんなめっちゃむずいわけじゃなくてよかった感あるよ。ヒーローの IP 再現度5。ステージの面白さ、ステージも別に俺悪くなかったと思うけどな、結構面白かったけどな。5、全部5なんだけど。ステージのシーンのアートデザイン5。ステージのシーンブレイクの面白さ5。 UI 仕様、 UI のことかな、まあ5。ゲームの不良、バグ格付き、プチフレーズ、フリーズなの3かな。ちょバグはまだちょっとあったっすね。ヒーローのバランスはないのこれもしかして自覚してる。ヒーローのバランスっていう項目ないんだけど。今までのプレイ体験について満足と思われる内容を教えてください。原因を詳しく教えてください。満足と思われる内容はあれじゃない、スパイダーマンとかね、ベノムとか楽しかったよな。ダイナミックに動くキャラクターはすごく面白かった。評価の低い内容について不満の理由を教えてください。ヒーローのバランスがおかしいと思います。ヒーローのバランスがおかしい、シナジーが強すぎる、パニッシャー、マグニート、ランクマッチの仕様が人間には厳しい、強すぎるあーそういう風に取られるかこれ。そうか、一部のヒーローが強いって書いてるか。今回のプレイ体験を得て今後もプレイし続けたいと思いますか。普通いいな。3人しとくか。このゲームが正式に扱いされたら他の人に勧めたいと思いますか。いやーむずいなー。面白かったけど、面白いけどやっぱこのままだとちょっとハードルは高いし勧められないかな俺は。いやゲームの出来は良かったけど勧められる感じかって今の出来で言われるとなー、ちょっと人に勧められるかってやれるとな、一気になんかむずくなるな。まあ、まず良かったとこちょっと待って書いていくかちょっとそうだな、良かったとこちょっと思い出していくか。まあ、キャラクターがダイナミックに動くのは面白い。スパイダーマン、ベノム、まあ、マーベルの世界の表現は良かったよ、魅力的だったよね。キャラクターがいい、うん、世界観、キャラクターが魅力的。あとバランスが悪くなかったらあれだよね、様々なキャラクターや構成が出て楽しいゲーム。シナジーとかね、その辺面白いんだけどね、バランスさえ良かったら。スキルとかもさ、正直オーバーウォッチより上回ってるようなとこいっぱいあったよね。スキルの発想、発想が面白い。ストレンジとかすごい良かったよな、あれ穴開けていろんなとこから撃てるとか。シナジーも面白いよねやっぱね、バランスが悪いだけでめっちゃ面白い機能ではある。キルした時の音とか俺結構爽快感ってよかったな。建物の崩壊システムめっちゃ良かった。あとマップの良さだね。まあこれも近しいけど、マップの良さ。マップはマジで良かったと思う。クソマップじゃなかったな全部。ユーリポジー下からこうしたりできるのめっちゃ斬新で面白かったわ。普通に他のゲームにも実装した方がいいと思う。こんだけプレイしたってことはまあ、まあ相当面白かったもん俺。まああとあれか、キャラクターの
操作難易度がそこまで高くない。これはマジでいいことだと思うわ。すっげえ難しいキャラクターとかいないのいいよね。めちゃくちゃいいとこ出てきたじゃん。じゃあ悪いとこいきます。ヒーローのバランスがおかしい。一部のヒーローが強すぎる。パニッシャー、ベノム。一部のシナジーが強すぎる。パニッシャーやマグニート。ランクマッチの使用が厳しすぎる。トローラーやトキシックに対する回避機能がない。こんな感じじゃないですかね。いや、いいゲームでしたよ。総合トータル。いや、ガチで。ただ、その人に勧められるかって言われたらむずいんだよな。ちょ、悪いとこにもう一個加えとくか。操作難易度が低いが、知らない人と高度な連携を要求されるので、その部分が難しい。によって、まず今後プレイをしたいと思うかはどちらでもよい。まあ3ぐらいで、このゲームが正式に扱いされて他の人に進めたいと思いますかが、ちょっと難しいなーって思うから、いや、オーバーウォッチの方が俺進められるわ、正直。このゲームめっちゃあれだよ。やっぱり、人との協力度みたいなのが俺は要求されると思うわ。人に進める度で言ったら、このゲームが10段階中3ぐらいだとしたら、オーバーウォッチは6ぐらいはある。バロラントとかでも多分7か8ぐらいはある。協力プレイがマジで必須なんだよね。オーバーウォッチをよりなんか競技的にしたみたいなゲームな気がする、これ。最終的に。俺の中はそうなったわ。モバ寄りにして、なんかよりその6対6を意識してるゲームな気がする。シューティング方面じゃなくて、モバ寄りの、なんかその、競技性みたいなのを出してきてる感じ。カジュアルじゃない。全然。全然カジュアルじゃない。まあでもなんかどっかがなんかうまくいったら、バランスあたりが改善されたらでもなんかそうならなくなるのかな。今なんかやっぱそういう感じになっちゃうからな。あなたの年齢は満16歳になりましたか？いいえ。あなたの性別を教えてください。男性。あなたの年齢を教えてください。34。あなたの職業を教えてください。こん中にあんのかな？低収入なし。もういらねえだろ、これ。低収入なしって。なんだこれ。会社役員で入れとくか、一応。よし。次の枠から PC 上において最も長くプレイした競技型シューティングゲームを選んでください。最も長く？むずいな。ディスニー2、フォートナイト、オーバーウォッチ1、2、コールオブデューティー、モダンウォーフェア、ガンダムエボルブ。ガンダムエボルブ？パラディンズ、CSGO、ヘイローインフィニット、X ディファイアント、ザ・ファイナルズ、エイペクスレンジズ、バロラント、レインボーシックスシーズ、その他、ランク戦はしない、なし。一応オーバーウォッチにしよっか。このゲームを累計で何時間ぐらいプレイしましたか？ 3000 時間ぐらい。なかったわ。一番上で1000時間以上だった。1000時間って短いな。カジュアルだろ。PC 上において2番目に長くプレイした競技型シューティングゲームはどれですか？クロスファイアとか入れとくか。PC 上において長く3番目に長くプレイした競技型シューティングゲーム。むずいな。フォートナイトかな、多分。このゲームを何時間プレイしましたか？まあ、1000時間以上。マーベルのコミックやアニメを何冊読みましたか？読んだことがない。マーベルの映画やドラマを何本見ましたか？6本から10本。三人称視点シューティングをどの程度受け入れますか？全然俺は良かったけどね、別に。喜んで受け入れようか。終わったわ。アンケート調査は以上となります。ご協力いただきありがとうございました。というわけで、全部全てに答えた。俺のじゃあ、このゲームの競技人生終わりですかね。